今日はいつもより涼しい朝でした。朝方は綺麗な虹も見られました。秋の訪れが感じられる中、佐世保市セチバル町ではミヤマアカネが産卵の時期を迎えていました。ミヤマアカネは日本一美しいトンボとも言われていますが、県内ではセチバルのこの棚田跡にしかいません。県の絶滅危惧種に指定されています。ふるさと自然の会の河内野義治さんはミヤマアカネの保護活動を続けています。ここにしかいないんで、ここでミヤマアカネを育てることをやめたらもういなくなっちゃうわけです、このままできる限り頑張って育てていこうと思います。あそこに新しいのがある、ほら今日生まれたやつ、綺麗でしょ。光ってるし羽が、これはもう今日の朝生まれたやつです。今年は去年より多いおよそ1000匹のミヤマアカネが確認されています。セチバルでしか見られない秋の風景です。